どうもシステムファイブ山本でございます。本日の動画はこちら、山本がよくある質問に答える短い動画。本日の内容は F 値って何？はい、ということで早速見ていきます。それでは本編の方どうぞ。システムファイブ山本がお送りします。はい、ということで早速見ていきましょう。まず F 値っていうのは正式には F ストップと言います。まあそんな正式名称どうでもいいんですけどF 値っていうのはですね、主にカメラの明るさ、まあ、絞りに関する、まあ、カメラっていうかまあレンズですね、レンズの絞りに関するパラメーターです。でまあまあさすがに皆さんご存知かとは思いますが、まあ、絞りってどんなものかっていうと、レンズにはですね基本的に絞りバネっていうものがあるんですよ。はい、よくわかんないめちゃくちゃ安いレンズとかにはないかもしれないですけど、基本的には絞りバネっていう、パーツというかね、機構が備えられています。で何枚かの羽がついてて、それがこうギューってこう何だろうな、こう重なっていて絞られていくと、通す光の量が減っていくみたいな、そんな感じです。ではどうなるかっていうと、 F 値を絞っていけば絞っていくほど被写界深度っていうのは深くなっていきます。逆に開けていくと被写界深度は浅くなるってことですね。数字が小さい、開けている状態は背景がまあ基本的にこうボケるような写真だったり動画が撮りやすいってことです。逆に絞った時は背景が結構ピキッとしてきます。まあ、使い分けなんですけれども、ポートレート撮る時なんかは結構背景をぼかしてっていうのがまあ今の主流なので、まあ、状況にもよりますが結構まあ開けて撮ってる方が多いかなと思います。で逆に絞りを絞ってる時っていうのはどういう写真に向いてるかって話なんですけども、これはもう分かりやすくて風景ですね。はい、わりかしこう全体にピントが合ってないと綺麗な写真になりませんから、絞りを絞った方が風景写真は綺麗に撮ることができます。でこれ割とも初心者あるあるかなと思っているんですが、スマホからですね一眼に持ち替えた時に、風景特にねこう空なんかが入るような写真を撮ってみて、空がですね実際はすごい青空なのに空がしらっちゃけちゃったみたいなことで悩んでる方っていらっしゃらないですかね。ちなみに僕初めてカメラ持った時はまさにそれでおいってなったんですけど、これ絞りを開けているのが原因です。はい、なので絞りをね、絞ってあげて F ね 7.1 から F9 ぐらいですかね。はい、まあ、ちょっとこの辺は人によって好みも違いますし環境にもよりますが、まあ、大体そのぐらいまで絞ってあげると結構いい感じの写真が撮れたりします。あと基本的に光学設計的には絞りはある程度絞ってあげた方が絵的には綺麗とされておりますので、もう何でもかんでも開放で撮るっていうのはあまり良くなかったりします。システムファイブ山本がお送りします。はい、ということで F 値に関してね、なんとなく分かったんじゃないかなと思います。まあ、当然これを聞いてカメラをね、まだ持ったばかりの方は F 値をね、自在にコントロールして撮影してみたいなと思ったことと思います。ただしマニュアルで撮影するのはやっぱりまだちょっと不安だという方も非常に多いと思うんですが、そんな方に僕のおすすめなんですけれども、まあ、これ主にね動画というよりは写真の方向けのお話だったりするんですけれども、カメラの上のダイヤルに M とか A とか S とかあるじゃないですか。あれを A にして撮ってみてください。A にするとこの絞りだけを調整して撮影することができます。初心者の方はもう本当まずこれで F 値を変えるとどのように撮って出てくる映像が変わるのかっていうのが非常に分かりやすいので、まずは絞り優先、はい、A って書いてあるモードですね。大抵のメーカーが A だと思います。これで撮ってあげると、まずこの F 値っていうのがどういうものなのかめちゃくちゃ理解しやすいと思いますので、ぜひやってみてください。システムファイブ山本がお送りします。はい、ということで F 値の話なんとなく分かったでしょうか。でさっきね僕風景写真を撮るときに F7.1 とか F8 とか F9 とかにして撮ってみるといいよっていう話をしたんですけれども、 A モードで撮っていると実は外がもうめちゃくちゃ晴れているような環境下だと白飛びしてしまうようなことがあったりするんですよ。はい、でそんな時どうしたらいいのか、僕のおすすめ ND フィルターっていうものがあるんです。ということで次回の動画では ND フィルターっていうものをご紹介したいと思います。まあ本当はシャッタースピードかなと思ったんですけど、メニューの話ばっかりしててもちょっとね疲れちゃうと思うんで、一回ちょっと ND フィルターっていうね少し楽しいものを説明させていただいて、まあ、その次はシャッタースピードのお話でもしようかなと思います。ということで今回の動画はここまでになります。この動画面白かった役に立ったという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。最近またコメントたくさんいただけるようになって非常に嬉しいです。もうねしっかり見ていただいてるんだなと本当に励みになっておりますので、ぜひぜひ年内チャンネル登録1万人諦めてませんので頑張ってね達成しようと思ってますので、まだ動画ね見ていただいてるけどチャンネル登録してらっしゃらないという方半分以上いらっしゃるみたいなんです。ぜひこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。